倉敷市芸文館は、岡山県倉敷市中央一丁目にある多目的ホール。倉敷美館地区の南側に隣接する投資施設は、1993年に建てられた演劇、コンサート中心の中規模ホールである。郷土が生んだ衝撃史、大山安春15世名人の記念館を併設し、周辺は都市型公園として整備され市民の憩いの場となっている。ホールは、 単層バルコニー形式885席で演劇、クラシック音楽、軽音楽コンサート等に利用される。客席の大きさ、感覚にもゆとりを持たせ、奥行きを短くすることで臨場感を演出している。演劇ホールとしての残響時間は1.1秒。音楽ホールとしては音響反射板を設置し1.3秒になる。小ホール、アイシアターの定員は二百名で、演劇、 音楽など、各市民団体やアマチュア団体の小規模の公演や、練習場として利用されている。その他の設備として、第1練習室には、スタインウェイのグランドピアノ、第2練習室は、鏡とバレーバーが設置されている。また、301話室会議室は、将棋の女流タイトル戦である、大戦名人杯倉敷東下戦の対局場となる。同施設の地下駐車場部分を、 日本パーキング、それ以外の部分を、倉敷市の外閣団体である、財団法人倉敷市文化振興財団が、それぞれ、倉敷市の指定管理者として運営している。ありがとうございます。